どんな銘柄？世界トップクラスのプラントエンジニアリング企業、社員の平均年収は1006万円くらい。競合ライバル他社は千代田化工建設、東洋エンジニアリングとか。補足、データ元により順位は変わるのでざっくりと。プラントエンジニアって何？工場など設備の設計、資材調達、建設を行うビジネス。石油プラントなど資源採掘の現場を担う。株価が下がる理由。今年の2月、国内外の一部プロジェクトで工事遅延のリスク対応費用を見込んだことにより、プロジェクト採算が悪化。とのことで、株価はストップ安からの下落トレンド継続中。また、研究開発活動など販管費の増加も負担に。セクターの炎上。ロシア戦争などでエネルギーの分散の必要性が認識され、プラント需要など増加していますが、いまいちスムースに収益化につながらない現状でしょうか。海外での案件も多く、為替や世界情勢が影響されるセクターです。所管、こういう墓場まで持っていく超優良銘柄はメンバーシップの方で紹介したりするんですが、今回は気まぶれということで一般公開します。株というものは誰も見向きもしない銘柄が宝だったりするわけです。今日記を熱狂的に注目してる投資家どこにおりますかね。株価の方も愛想つかされてだだ下がりな状態です。で、この会社老舗の大手で安泰っちゃそうなのかもしれませんが、いろいろとずさんな計画など爪の甘さが気になりはします。にしても現在の株価は割安圏内に突入しています。配当 3% 超え、ここは配当が途切れることもないので株主に対してある程度の誠意が見て取れます。はあ、やっぱりこういう銘柄は一般公開がもったいないですね。私の熱とはあらはらに全然人気のない銘柄なので視聴数も取れないのかもしれません。サイボーズとか色物みたいな銘柄の方が世間様の関心度は高そうです。まあ実験的な投稿ということでよろしくお願いします。最後に、株式投資は自己責任で遊びません。人生かけてやるようなまともなゲームではない気がします。でもやらないと損な気はします。ほどほどにたしなんでいただけたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。